おはようございます。おはようございます。はい、ということで昨日に引き続き2日目の船橋ライトプラザなんですけど、今日は昨日のリベンジを果たしたいと、行きたいところ、よし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 、空いてる、ここ昨日の台行くかと思いきや、その横の台、こちらを打っていきたいと思います。おはようございます、みさきみさです。本日4月の24日昨日船橋第一プラザ店さんに来てたんですけど、今日も実践していきたいと思います。今日打っていくのはね、あの番長のゼロ、昨日打ってた横の台を打っていきたいと思います。まあ、なんでこれ打ったかっていうと、昨日あの横で見てて、まあ、良さそうだったんですよね。でもそんなに出てないということで、据え置き狙いで打っていきたいと思います。よーし、特訓開始、111ゲームここで当てる。もっとじゃあら、対決ワンキャラローラースケート、ノリマロローラースケートだ。なにやるじゃねえか、ぬわそんなバナー。行け、行くぜ、大事よ、ここ。最悪、じゃここからゼロモードからどこに行くのか。うわ、ビリビリない。だから通常かもしれん。初めて出た、嬉しい、ニルニルカレー。さあ、延長からの特訓、363ゲーム。うつすうつす、うつす、うわっ、解決、守ってだけるんだ、解散。ちょっと早い気もするけど、ゆきちゃん、大丈夫これ、終わったやん、絶対終了やん。あ、はい、最悪なんですけど、500オイス超えてたからチャンスモードやけど、マジで。お、いいよ、っしゃ、対決いく。はい、ハッピーじゃないや。ムスクリア、よっしゃ、ロックユー、お、コクン、おお、どう対決？攻めます、ひよっこが、はい、それいい、スローです。えい、おっしゃー、久しぶりに鏡さんの声が聞けた、かっこいい、セル
やだ。おい、ゴン、攻めて。うわー、ゴトンだ。ゴトン特訓。いや、ここまであんなんたら、この設定差があるところなんで、成功させたい。うわー、対決。仕上げが甘いぜ。どうや、あーおおお暴れてる、いったれ、いけ、うわー終わったよ、勝てそうやったのに、さあさあ私、うっそー、これでいいかかな、ここで決める、さあ対決28ゲーム、バンキャラクターマルト、戦の後は握り出し、ごめん、あ、緊張特訓お、なんかすごい音鳴った今、あ、これか、あー全然特訓開始、わあら外れ、えい、よし、はい、あ、来た、当たった、やった、早い、よし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 、イエーイ、なりました、これ7やろ、まあ嬉しい、何か左遅い、え、やば、右左遅い、充電完了、惜しい、黄色や、しょぼ、いや、わからんで、はい、普通のや、はい、はい、うわー、終わった、やばだ、わからん、左中はい、うわー外れたー、いらんかったでー、残念、以上、まんまる顔面ドンマイすぎる、いけ、よっしゃー、8ゲーム、投資が22本です、やったー、なんでやねん、嘘や、マジ、うわ最悪、ゼロモードやったのに、お願い来てくれ、あー、あ、ファンの、なんだっけ、頼んだぞ、やばいか、対決お願い、はい、ノリマロ、やばい、はい、おお、来た、過去最高、過去最高、おお、やったー、
の速攻特訓を。イエーイ、いただきまーす。今日初プッシュして、オーサン、やったー、いただきまーす。よし、ごめん、あー終わった。君はやればできる。お、レア役や。あ、一回目からこれ一回やつ。はい、よかった。終わった。君はやればできる。あ、さっきと一緒だ。でもチャンスモードやったらもう一個はずやねんけどな。よし、ゼロバゼロバタケ黄色。よし、自動にかっこいい。わお、青色。え、わお、勝利勝ってからの虹色。何？ちゃんと噛んじゃおう。桜が咲いたわ。おう、確定。何？叫んじゃった。なんと機械枚数2000枚の絶頂を引いてしまいました。それでは行きたいと思います。お願いします。うわー、かっこいい。キルさん、これが10ゲームで、その後もナビを間違えるまであるみたい。はいはい、リプレイ。いや、少なくない、なんかしょぼい。はい、いけ。おおおお、10個。はい、これレア役を引けばもっと多いってことでしょ。やばい、少ないよ。いや、いける。先見さんなら引けるぞ。50個乗っけよ。はい、よし。はい、え、あれ、なに、うわ、低め、やばくない、シャワーいって。はい、いいね。うわ、少ない、少ない、少ない。35個やで。ラスト、いけ。お、いいね、いいね、いいね。よし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 、もっといけ。やばい、止まらん。おし、50個。それではここから6択を失敗するまで継続。中押し。はい、えい。で、終わったやんか。もう大枚数2000枚、何枚出るか、いくよ。絶頂やとボーナスだよな。いやー、これがどうなるのか見どころですね。この90個でどこまで出せるのか、びっくりした。え、黄色です。よし、一着。気持ちいい。黄色で乗った、やった。
325枚、ダナギチャージ1個。いくよー、買うから昨日のリベンジ取り返していくよ。ナビ90でスタート。これ結構回してんのかな。イエーイ。千枚は突破。でここですよ。行くで。はい。うわー、もうなった。これで終わっちゃいました。デチョナビ。
なれんかったけど、さっきの行かんでもエンディング行くっていうことが分かりました。ちかさん、ありがとう。あ、おじさんだ、普通のやつ。2400枚達成です、ありがとうございます。よかった。で、みさは欲張りだから、こっからまたすぐに当てて、また遠征区まで行かせるんだ。わーお、レギュラーボーナスでした。もう最悪や。はい、お疲れ様でした。昨日に引き続き第一プラザ船橋店のリベンジ戦失敗しましたなんと、いや絶頂を引いてリベンジできたってあんだけね騒いでたと思うんですけど、あの最終結果なんと投資が22,000円、そして回収がなんと28,000円ということで、プラス6,000円になりました。絶頂引いてるんですけど、感想もしたんですけど6,000円しかプラスになりませんでした。ありがとうございます。昨日はね3枚負けて、で途中は取り返してたんですけど、なんとあの絶頂後、感想後、5回ぐらいかな、いただきロードに入らず、あのボーナスも500ゲームぐらいまで一度はまり、結果そのような事態になってしまいましたでもまあ高設定差も3回ぐらい出てて、あの強めの高設定差も1回出てて、であと、まあ、絶頂を引いて直撃はしてないけど、あとモード移行が悪かった。だからもしかしたら、んー、まあ、4とかなのかなみたいな感じで話してました。で他の番長は12台中半分ぐらいが箱を積んでて、絶頂を引いてる台が私の合わせて2台とフリーズ引いてる台も1台ありました。で1台は4箱ぐらい持ってるっていう状態で、すごい状況がよく、番長シリーズ、番長コーナーだけではなく、あとあのバラエティーコーナー、バラエティーコーナーと、あと絆じゃねえや、え、あと、あ、あと絆も3箱が2台と、あとあのジャグラーがすごい状況良かったかなって思います。ということで、今日はリベンジなりませんでしたが、また次回リベンジしたいと思います。以上、みさきみさでした。じゃあのー。